象は、新末、満州国の政治家。字は、小方。モンゴル人。もう古気旗の人。真の不正。高所23年に、安藤県知県。高所24年に、昭徳県知県と歴任し。高所25年には、新民府地府へ昇進した。地府時代は、清廉公正な管理として、名声を博し、当時馬族だった、調作人の勝負に功績があった。 さらに、女性の社会地位向上にも取り組み、転職を禁止し、女子主犯学校を創設したりしている。また、大気な性格でも知られ、生体校に使えるカゴカキが、両家の子女を襲う事件が起きた際には、ゾウは、即断でカゴカキを処刑、その後生体校に上層した。理があったため、生体校は、ゾウの罪を問えなかった。高所十一年以降、ゾウ、 法天婦院、古北アゼチ、直霊アゼチ、石膏巡部を歴任している。石膏巡部時代は民衆からの素顔を自ら審理し、その公正さから白方向と評された。また、革命派の習近が処刑されると、彼女の意外を公衆聖古,古藩に埋葬し、後に新朝が墓を取り壊そうと図った際にはそれを阻止している。しかし、 侵害革命に際しては、戦闘3年11月3日に、石膏省市議会が、半身独立を求めてきたのに対し像はこれを拒否し、翌日には革命派の軍により捕獲されてしまった。間もなく釈放され、北方へ戻っている。満州国建国後の大道2年2月12日、像は、参議不参議に任命された。安則4年5月7日、 参議府参議を退任し、区内府顧問館に移っている、満州国滅亡後の民国35年に死去、去年87、ありがとうございます。